2016年フィルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、世界一の視野を得た、バイナリーオプションスペシャル、世界バイナリーオプションスペシャリスト社のハンマイヤオ先生です。当時は1億円近く投資をしておりました。2017年は世界第2位でした。現在、デルトレーダーは FX 統一となっております。日本の法律により、FX 統一となっています。今回はね、ハンマイヤオ先生の、15分バイナリーオプションのインジケーターの紹介です。アクセスが遅いな。なんだ。こちらね、勝率を 80% 以上で、スプレッド数ね、シグナルに対しての利益も多いので調べてみました。で、10個以上ということで見たら、1、2、3、4、5出てきたんですね。15分足の、バイナリーオプションですね。こちらが、ハイアンドロー社の15分のね、口座ですね。デモ口座で開いてます。こちらでね、ちょっと待ってくださいね。こちらで通貨広告の選択、今動作こちらやってるんで、ちょっと分析もしてるんでちょっと遅いですね。全然動かなくなっちゃったかな。で、こちらの15分足でね、取引します。それでこの全般でね、シグナルを取引することになっています。1本、2本、3本間を置かないといけないですね。この3分割の分ですね。出してるのはね、2本分割なんです。だからここでよろしいんですけどね。ちょっとこっち置いてみましょう。ちょっと朝がね、分析してて画像を記録してるんでね、これ 4巻の4スレッドのソリデータタイプのパソコンなんでね、サーバーとして使うような感じですのでね、ちょっと非常にアクセスがね、遅いです。それで分析はね、こちらなんですけれどね、これはまあ 80% で21個取引がある、81% で11個あって 29.818 ピップス、1個あたりのね、利益幅ね、平均値、この辺ピップスが多いので見てて、 80% 以上で10個以上で分析させて出たのが5つですね。この数だけとなってます。これでどうなのかなということで、なんかね、意外とやっても全然その勝率よりが悪いんですよね。で、それで困ったで、これで稼げたら100兆円稼げるわけですよ。私はね、100兆円稼げるんですよ。でね、またね、私はね、人間の上の生物って本物の貴族なもんですからね、何でもできるんですよね。だから人間たちは意味ないよって私のことを言ってきます。お金も全然意味ないじゃないかと言ってくる。妨害だけですね。例えばこれで稼げるようなものが作れたら、もう100兆円稼げるわけですね。だから意味ないよっていうことでね、人間たちも何でも妨害してきますよね。 YouTuber でもね、だいたい3億円ぐらいは稼げたんですけども、妨害でね、アクセスみんなしないで、ね、わざと僕だけ世界の人間が妨害してきてね、
120兆円ぐらい捨ててね、まあでも僕に3億円ね、支払わないと YouTuber のね、収益金ね、アクセスしないでみんなで拒否してね、そういうことまでしてるんですよ。だからこれはね、みんなが損することだから120兆円も捨てることになるんでね、僕だけアクセスしないようにするんでね。どうでもいいのはみんなアクセスしてるんだけど、ね。で、1億円とか、ね、年収、ね。本物なんで、私の場合3億円ぐらいは簡単で入ってくんですよ。YouTuber にね。で、3億円なんて渡せないよっていうことでね、お前には渡さないよっていうことで。でね、120兆円も捨ててね、意味のない人に渡して私だけアクセスしないとね。それで YouTuber は稼がさないんですよ。まあそういうのはあるんだけどね。この YouTuber で収益なくたってね、3億円の収入が入んないんだけども、ね、年にね、120兆円も人間全員が損するんだから、損してるんだからね。まあ妨害としては、ね、戦いだったら僕の方がプラス得だなということだね。ね、無視しておりますけどもね、妨害でね。本当は3億円稼げて120兆円捨ててんですよ。ね。で、まあ、そんなようなことのタイアップがあって、まあ、プロのサッカー選手みたいな疲れはありますけどね、やっぱり全員がかかってきますからね。戦いはありますけどね。サッカーの試合はね、疲れ、体の疲れはできます。プロのね、プロ界のね、試合のレベルも疲れが出てきます、ね、まあそんなことだね、であと発明も何でもね、人間上行ってますからね、学問もカンニングしないで、テレパシーでカンニングしないで自分で全部覚えてますけど、人間でカンニングしないでね、全部義務教育受け卒業できる人は誰もいないんですよ。私以外いないんで、上の生物なんでね。まあそんなことで私が大体何でもできるんで、ね、無理なものはできないですよ。あと、全体がかかってくるんで、同じだけの力がかかってきますから、宇宙生物の強いのが、ね。そういう時は動きも取れませんけどね。一応、人間たちから言えば何でもできるような形になるんでね。全く意味ないよということで、ね、人間強制に私の方で動かさない限り取引しませんから、人間はね。役所に行って住民票をもらいに行くったって、強制して私がもらわなければ、出さないんですね。まあそんなことで、何でもそうですから。ね。切符も売ってくれないですね。買い物も売ってくれないです。私の方で力で、日の生物として力で、ね、抑えなければ、どこも、お金は持ってても、お金は、向こうにしてし、してきますからね。で、またお金は与えないようにしてきますからね。自分で、強制的に取らないといけないのでね、仕事してですね。普通のようなえ、ね、なんか物と交換とか仕事したらその分普通でもらうからその分もらうよということで支払わないから強制で取るわけですね、はい、ということですね。で今回のねバイナリーオプションのねインジケーター、こういうもんですね。25分足のバイナリーオプションのインジケーター、このように 83.3 なんですけどね、300×5 分前から現在までの勝率正確に出てます。であとピップスも出てます、正確にね。で今後が分かんないんですね、なかなか難しいんですね。だから勝率の高いのでできるだけ数で多く投資してるシグナルが一番いいわけですよね。なかなかうまくいかなくてね、ちょっとでもこういうのでシグナルで勝てればもう億万長者なんですよね。ね、この山小屋失礼したいんだけど、なかなかね、見つかんないんです。そんなことで、
ハイアンドロー社の15分足のバイナリーオプションですね。で、私はグノーセーブスなんで学問、人間の学問すべて、実用的なね、学問全部実際卒業しちゃってますからね。ね。で、大きい会社も若い時たくさん勤めてきた。IBM とかね、パナソニックとかね、セコムとかね。セコムは管理職まで勤めて、20歳代ね、管理職まで勤めてますね。で、取締役もありますけど、形だけはありますね。大きい会社も。で、パソコンの発明者では世界一ですから、コンピューターの発明者というよりか、パソコンの発明者では世界一ですからね。まあ、コンピューターも同じですけどね、世界一ですけど。で、全く意味ないですからね、知恵は全然人間たちと違うから、人間たち複合して大勢で頭使って、ね、対抗するだけですから、ね、一人対抗するのはもう、特攻隊みたいで、ね、だけですね、危ないのね。全然、知能が人間たちと全然離れすぎちゃってますから。人間まだ話してて聞いたりすることできないんですよ、まだ。当然は頭つかなければ話せない。それでも間違いがあるんで、長く見ると無能な話なんですね。人間はまだ。100億人のね、人間たちの頭つけてね、人間たち話すんだけど、私ね。ただ、だいぶ頭が冴えてくるから、ね、相手しなければダメですけどね。一人だと虫みたいなもんですね。一人で行動っていうのは危ないし、危ない虫ですね。いくら話したって通じないから、1000年後に分かったようで動くだけですから、あと意味わかんなくても動きますし、で人間は専門がね、強肉食生物なんですよ。法律なんか効かないから、力があれば、もう破棄してきますから、ね。で、それが怖いのは、相手が強くとも平気で、でね、死んでも戦いに来るから、特攻隊で来るんですよ。肉を取りに行くときの仕事でね。だから、めちゃめちゃにこっち危なくなるわけですよ。特攻隊だからね。めちゃめちゃ。全然命知らずで来るから。命とかも 100% 死んでも、ね、攻撃してきますから、人間はね。全員でもね。それでまた人間の上の力の強いね、宇宙生物にコントロールしますから、また強敵がいるんですよ。私、人間から、それと協定結ぶから力強いんで、ね、そういう時はね、予報だから、ね、やられちゃうんで、力をつけなければ、こちらの方がやられちゃうんですね。人間よりか強い宇宙生物と一緒に、ね、戦闘で来られると攻撃してくるから、ね、こちらの方がやられちゃうんで、力をつけないと。それよりか力持ってるんだけど、いつも持ってるわけじゃないから。ということで、これインジケーターですね。半間岩先生の、ハイアンドロー社のインジケーターの、紹介ですね。こちらですね。まずいいとこかな。そういうことで紹介いたしました。ちょっと画像を撮ってるんで、なんか、ウイルススキャンでね、ちょっと入ってるのが遅くなってました。どうもすみませんでした。